交番襲撃で拳銃を奪った男に懲役12年判決、刑事責任能力をめぐり2度の精神鑑定ということで、大阪市の吹田市の交番を襲撃して警察官を刺して拳銃を奪った男に対して大阪地裁は懲役12年の判決を言い渡しましたと。飯森裕次郎被告35歳、2019年6月に吹田市の交番の前で男性巡査当時の胸などを何度も包丁で刺して拳銃を奪うなどとした強盗殺人未遂などの罪に問われ、検察側が懲役13年を求刑していました。事件当時、飯森被告は統合失調症を患っていて、これまでの裁判で頭の中の知人が警察官を殺せと指示し、交番に行くとその警察官がいたので襲ったなどと話していて、弁護側が無罪を主張していました。その後の判決では刑事責任能力をめぐって2度の精神鑑定が行われ、鑑定を行った2人の専門医が証言台に立ちましたが、見解が分かれていて、その判断は司法の手に委ねていましたということで、懲役12年ということでね、2度の精神鑑定もということなんですけども、判決出ましたけどもね、強盗殺人未遂で12年っていうのが長いのか短いのかって言ったら、自分は短いなと思っていて、精神の疾患である犯行だとしたらば、もう療養施設から、ね、出ないでほしいですよね。また同じようなことになるので、で精神疾患って言っても、犯罪ということをしてしまった人間はね、社会に戻ってしまうのはどうなんだっていうところで、精神的なその問題がある、あるならば、その罪に問われないっていうのがなんかおかしいのかなっていうのと、その問題があろうとなかろうと、被害者からしたらね、知ったことではないし、もう理不尽としかね、言いようがないですよね。で、35歳で12年、勾留期間を考えて45歳ぐらいで出所するということなんですかね。40中盤ぐらいで社会復帰して、まっとうにその生活がね、できるのかっていうところなんですけども、また自暴自棄になってね、犯罪に手を、ね、染めるようなことが、ね、ないように、ね、してほしいなという、ニュースでした。ということで、本日のニュースためになった方はチャンネル登録、高評価をお願いいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それではさようなら。